徳成アンド明でございます。今日司会進行を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。さあいよいよ始まりましたね、長津博文最強復活祭ね、危うく北海道の音楽シーンのね最高の財産をね、大丈夫かと、本当失う寸前まで声出るのかと、すごい心配だったんですけど、見事に復活しましてですね、もう声もバッチリです、普通に喋ってます、ね、はい、素晴らしい歌声をまたね、はい、このスポットライトの当たるステージでね、はい、披露してくださるんではないかなと思いますが、あもちろんあの後半にね今日はあの長津さん登場いたしますが、その長津さんを応援するためにですね、今日はなんと、ね、29組ですよすごい数、朝までかかるぞっていう話ですけども、29組の、まあ、長津さんを愛する、ね、皆さんが集まってくださいまして、次から次へと、演奏させていただきますので、ぜひぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと思います。1部、2部、3部と、ね、あの分けてまいります。あの当然あのおトイレタイムとかね、ドリンクタイムとか必要になると思いますので、そのお時間は設けてございますので、1部、2部、3部それぞれ休憩入れますので、29組すべてお付き合いをいただければと思います。そしてそしてなんとなんと今日のスペシャルゲスト、最後すごいスペシャルゲスト来ましたよ、今日ね STV ラジオでも長津さんのお話をしてくださっておりました、はい、今日行くんだよなんて、ね、はい、言ってくれてたんですが、美濃屋雅彦さんも、登場してくれますので、ぜひ皆さん楽しみにね、していただきたいと思います。はい、自己紹介しましょうか。自己紹介しますか。あの知ってる人は知ってるし、知らない人は知らないと思うんですが、当たり前だと。あの私ですね、ほっとけナイトという、番組を、ラジオの番組なんですが、FM オータルとラジオカロス札幌と、そしてあと インターネットでは全国で、配信をしておりまして、そのパーソナリティをもう15年、6年、5年目やっております、徳成と申します。カタカナ4文字です。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。そして私、昔はですね、今日普通のサラリーマンですね。そうなんですけど、普段あのコスプレしてるんですか。着てこいよ。残念。いつも番組ではね、はい、サンタの衣装着たりとかいろいろやってるんですけどね、はいはい、残念。今は、カタカナ3文字でアキラと言いますが、もしかしたら団吉って名前でちょっと分かってくださる方がいらっしゃるかもしれませんが、昔はそう呼ばれてた。似合うでしょ。まあ、団吉の方が似合ってるね。似合うでしょ。アキラ言うしね。本当にね。まあ、そんな2人がドタバタしながら、はい、決してあの漫才コンビではございませんので、はい、お付き合いをいただきたいと思います。さあまず行きましょう。トップバッター、ね、ご紹介しましょう、菊池隼人さん、はい、ね、このオープニングを飾ってくれます。菊池さんどうぞ。ちょっとお話を聞きたいんですが、あの菊池さんは長津さんのいない道具をですね、ずっと一生懸命切り盛りをしていたと聞いておりますが、どんな今お気持ちですか。女って気がついたら帰ってきましたしね。なんか僕も行くとこなかったからちょっとよかったなと思って、本当にね、長い間ありがとうございます。またこれからもね、よろしくお願いいたします。さあそれではスタンバイの方お願いします。さあね、長津博文最強復活祭、トップバッターを飾ってくださるのはこの方、菊池隼人さんです。お願いします。